従業員およそ45万人に一時金を支給します流通大手のイオンは国内外の店舗などで働くパートや一部の社員およそ45万人に対して1万円から2万円の一時金を支給することを決めました新型コロナウイルスの感染リスクと向き合いながら接客や商品の供給などで現場を支える従業員に報いる形です 総額は60億円を超える見込みで5月分の給与と一緒に支払われます。